急げ、次が来るぞ。おら、立て直せ。援護するよ。これの皇帝と日取りは了承した。ノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。はい。おっと、まあ王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子。何？いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コールが車で待ってんだろ。ドロットよろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。ダメだな、こいつが外の厳しさが。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。ああ、
俺も喉渇いて死にそう。おい起きろ。俺働き。スカ、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい。せーの。ないわ。ないよな。ノクティス王子、調子に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。グラディオ頼む。なんだ。一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わんないでしょ。プロンプトは話してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。いい子に席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー手痛い。おい手抜くなよ。はいはいはい。電話は？やはり話中だ。っていうかさ、おかしくない？ハンマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげえ近所だったよな。なあ、かなりね。世界地図で見りゃな。うん、世界広いわ。実感できるな。この実感嫌でしょ。お前ら押してるか。押してるよ。押してる。もう近いはずだが。待ってたよ。どれが王子？はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。気味軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ。親父の威厳はそっくり吹き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっと締まった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。
王子、この辺りは初めてだよね。地図あげるからいろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。あ、エボニーだ。ここにも売ってんだ。ヒグニス喜ぶな。あれ、ギルって何？ノクト、ここオートの金使えないよ。ならイグニスが用意してきたんだろう。聞いてみる。宿泊と自炊。いろんなの置いてるな。勉強家だね。いらっしゃいませ。ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文なしか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あのじいさん。あれ、まだ整備中だよ。どうしたの？金がなくて困ってる。稼げる仕事はねえか？ん？なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。期待されてんな。いいとこ見せようぜ王子。でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないから。じいじには内緒。
これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。まずはこいつらだな。やるぞノクト。余裕で相手ができる。だな。よっ、調子いいじゃないか。当然。よし、次の地点へ向かおう。電柱が折れているのか。一つや二つじゃなさそうだ。どうすりゃこうなるんだ。わからない。嵐か地震か。すぐそこのハンマーヘッドは何ともなってねえけどな。でっかい怪物が通ったんだったりして。大事の相手がそんなんじゃねえといいな。次はこいつらだね。ガンガン行こう。ノクト、気をつける。はい、プロンプト。プロンプト。はい、プロンプト。任せて。一体誰を狙ってる。悪かったって。やったね。あと一箇所。さっさと行くぞ。今回の旅ってさ、どういう予定だっけ。ハンマーヘッドで整備が終わったらガーディナと船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。そっか、車の整備待ちしたらガーディナで船ね。あ、こいつらで最後だ。射抜くなよ。シフトブレークでガードを崩せ。手早く済ませよう。せや。ほっ。
その調子だノクト。ああ。ノクト、ほら。能力使いすぎてくたばるんじゃねえぞ。隠れて回避しろ。ノクト、うまいことやるじゃねえか。よし、終わったな。あれ、電話。はい。シドニーだけど、胎児は順調？ああ、今終わった。よかった。悪いんだけどさ、ついでに人探しも頼めない？デイブってハンターが連絡取れなくなっちゃって、その辺の小屋にいるはずなんだよね。この辺の小屋？ああ、わかった。見てみる。シドニーから？なんだって？デイブってやつを探してくれって。行方不明なのか？え？すぐ近くの小屋にいるらしい。気をつけろ、来るぞ。これ囲まれたらヤバそうだね。油断するとやられるぞ。いや、ほら、見つけろよ。嘘。よく聞こえてね。呼んでねえし、飛んでねえ。冷たい。さすがだな、グラディオ。グラディオ、よっ、頼んだ、プロンプト。よっ、ナイスグラディオ。どうも。全員無事だな。さっ、おい、あっちにも小屋が見えるぜ。俺たちが再び車に乗れる日は本当に来るのか。不便だよな、やっぱり。昼寝もできねえし。あ、まあな。そこに誰かいるのか。
あんた、ハンターのデイブか。探したぜ。おい、大丈夫か。ああ、俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだが、頼めるか。エイザ、俺たちに任せとけ。恩に着る。じゃあヤツの居場所を詳しく教えよう。いい判断だ。さあ気合い入れて臨もうぜ。一旦休憩して体勢を整えよう。よし、近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろ。俺、彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。よし、着いた。今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。
相変わらずスタイリッシュだな。一番詳しいって？陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって目してたから。大事な車だ、大切に乗ろう。そうだな、行くぞ。よし、行くか。行こう。